こんにちは、ゆくりゅうです。前回の動画で断捨離終わらなかったんで、今回は断捨離引き続きここで行っていきます。断捨離するものはここの袋に入れていきます。こんまりみたいにちょっとね、スパークジョイできるか分かんないし、こんまりみたいにこうやってね、最後お別れするときに涙はできるかちょっと分かんないんですけれども、あのね、頑張っていきたいと思います。お話にフォーカスしすぎて前回終わんなかったんでね、今回お話フォーカスしながら手を動かすでっていう話でやらせていただきます。お世話になります。はい、今日はね、機内あるあるの話したいと思うんですけれども、前回もね、すごい好評いただきましたので、その第2弾でね、まあね、あまり暴露話ということじゃなくてですね、こういうこともあるよねっていう話をしていきたいと思います。はい、まあ、まずね、私たち CA あるあるでよくあるのがですね、まあ、機内食をお配りしてて、まあ、大体2種類ありますよね。例えばビーフとフィッシュがあるとします。搭載数ってもともと決まってて、大体半々か、人気のあるビーフが6、フィッシュが4とか、そんな感じになってるんですよね。で、そうなった時にどうしてもその瓶によって人気の機内食って出てくるんですよ。ビーフの方が人気の瓶もあれば、フィッシュの方が人気、それね、ちょっと本当読めないんですよね、どっちが人気なのか。まあ、だから私たちはもうそれをね、うまいことやっていくしかないんですけど、やっぱりね、うまくこう均等に分けれなくて、でビーフばっかり人気になっちゃって、ビーフがなくなっちゃうってことあるんですよね。で、まあ、それはよくあるっちゃあるんですよ。起きない方がいいんですけど、どうしてもね。で、そうなった時にですね、まあ、私たちは基本窓側の席のお客様から順番に聞いていくんですね。ドリンクも機内食も全部窓側真ん中通路っていう順番で、で、まあ、よくあるのがっていうか、私のまあ経験で言うと、窓側にお一人様の方が座ってらっしゃって、で、真ん中通路側の席にカップルが座ってらっしゃいました。で、その時点でですね、ビーフはもう残り1個になってたんですね。で、私はやばいな、ビーフばっか売り切れてもうたなと思ってて、で、その窓側のお席の方にね、注文を取ろうとしてる時にですね、その隣に座ってるカップルのお二人が、私絶対今日はビーフの気分、私ビーフにする、僕もビーフにするみたいな感じで仲良く話しらっしゃったんですよ。で、その時点にビーフもあと1個しかないなって思っててね、めちゃくちゃ心苦しかったんですよ。でもまだね、窓側の方今から聞くとこなんで、この方がビーフって言った瞬間、そのカップルにはもうビーフ一つも残りがいかないんですね。いやー、お願いしますお願いしますと思って、その窓側の方に、その窓側の方は選ぶ権利もちろんあるんですけど、私の心の中の声としてはお願いしますって、どうかフィッシュ選んでください、フィッシュ選んでください、ビーフでシーンってなって、もうその時ね、もう覚悟しますよね、カップルに謝らないとっていうで、まあ、ビーフを出しして、まあ、それはね、やっぱり言っていただいた順番になりますんで、で、もうカップルの話ね、全部聞こえてたんですけど、もう、ちょっとね、ビーフが今売り切れましてっていう話をしてね、もう、っていう、そのショックさと、もうすいませんっていうね、本当に心苦しいんですよね、あれ言うとき私たちも。本当に機内食ってね、一種類にするか、もしくはね、もう全部前もって、空港のチェックイン時に、私はビーフにしますみたいなね、決めてもらったらね、皆さんハッピーなんですけどね、やっぱそうじゃなくてね、2種類あって、しかもその、人気がね、本当にその瓶によって違います。今日こんなにフィッシュばっかり出るとか、今日こんなにベジタリアンミールばっかり出るみたいな時もあればね、その逆もあり、本当にちょっと難しいんですよね。それは本当に CA のスキルが問われるところで、私もね、そのうまいことを配分していくね、ちょっとスキルを取得したいなと思うんですけれども、そういうことがよくあって、ね、CA のドキドキの瞬間ですね、すいませんっていう、本当に心苦しい。私もね、それ食べよう思ったらもうその口になっちゃうタイプなんですよ。もうビーフ食べるで言うたら、もう口の中全部ビーフ食べるように設定しますからね、脳みそも全部。せやから、それでフィッシュ言われたら、そっからまたフィッシュ食べる用の脳みそと口にね、変更するのにちょっと時間がかかっちゃうから、すごい気持ちわかるんですよね。だから申し訳ないなって思うんですけど、そういうのがよくあります。はい、であとはね、これも機内サービスの話で、これはね、ドリンクサービス中の話なんですけれども、まあ、結構短いフライトとかだと、ドリンクサービスね、もう10分15分にバーって終わらせないといけない時があるんですよ。もう本当にすぐ着陸準備みたいなね。だいたいね、 CA が1人当たり40人ぐらいのお客様をドリンクさばくことになるのかな。はい、なので結構もう時間との勝負なんですよね。もちろん笑顔とサービスは、していく中で、もうそれと同時に手際の良さみたいなね、もうパッパッパッとしていかないと、お客さん全員にね、ドリンク回すことができないので、戦い戦場になるんですね。まあ、そういう時にですね、おじい様、まあ、おばあ様も多いんですけれども、まあ、それがトロント便だったとして、あ、君たちトロントだねって、この後トロントで終わりかいみたいなこと言われるから、ああ、そうです、そうです、このフライトが最後旅行終わったトロントでステイなんですって言って、ああ、そうか、そうか。まあ、僕もね、トロントに息子がいてね、あ、まあ、息子の名前はね、ブライアンって言うんだけどね、そのブライアンが最近ね、子供2人ができて、僕おじいちゃんになっちゃったんだよね、その孫2人が可愛くてね、で、その2人の名前はね、みたいな感じで言ってくれるんですよ。まあ、もう彼のライフストーリーみたいな、ファミリーストーリーを聞かせていただけるんですね。でも、もうあと10分ちょっとでドリンクサービスでも終わらないといけなくて、まだ初めて 1,2 列目の時にそういうことが起きちゃうと、後方の座席の人がみんなこうね、わかります、座席のこうヘッドレストからこういう感じで
何が起きてんねや、なんでカート動かんねや、俺のドリンクはみたいな感じになるんですよ。で、私お客さんのこう方を向いてこうドリンクサービスしてますから、みんなの目線がすごい感じて見えるんですよね。でもまあおじいさまはね、そんなこと知りようしてもないのはもうもちろんなんですよ。だってね、そんなの私たちの都合ですからね、わかんないですよね。でお話いただくんですけど、もう私はこの後方のお客様の視線を感じながらそのおじいさまの話も聞くという、そういう板挟み状態になるということがあります。これ結構ね、フライト時間が短い時にね、逆に起こりやすいという傾向が私の場合はあります。何なんでしょう、私だけのあるあるかもしれませんので、はい、その際ご了承くださいませ。私たちも長いフライトとかだと、そのドリンクサービスとか機内サービスが終わった後、結構ねアイドルタイムといって、あんまり何もやる時間がない時があるんですね。その時とか本当ギャルに来ていただいてお話いただく分にはね、私は全然構わないんですよ。その方がね、フライト時間もすぐなんか経つような気がするから、一人でね、ただじっとギャレにいる方が時間長く感じるなっていう時もあるんですよ。なのでもうお客さんとお話しするの私大好きなんですけど、ただその短距離のフライトのもうドリンクサービスあとまだ 3,40 人待ってる中でのそのちょっとねファミリーストーリーをすると、私どう対処したらよくわからなくなっちゃってテンパっちゃうっていう私の問題なんですけどあります、はい、前もすごい長々話しすぎたんで、もう次のやつ最後にします。今日は3つだけにしておきますね。ね、次のやつはですね、これはね日系の会社で働いてた時にすごいよくあったんですけれども、女性のお客様とかで結構ね高級なブランドバッグを持って登場される方がいらっしゃいます。まあどこのブランドとは言わないんですけども、うん十万何十万うん十万するようなそんな高級バッグ、見てわかる高級バッグですねを持ってご登場いただくんですね。で、私もめちゃくちゃわかるんですよ。私まあそんなまず高級バッグ貧乏になってそんな持ってないんですけれども、でも持ってたとしてもすごい理解できるんですよ。そんなねめちゃくちゃ大切な高いおカバンやからなんですけど、離陸着陸の前はね、安全のために必ずどんなお手荷物も前の座席の下に収納していただく必要がありますよね。で、それでまあお願いするんですけど、お客様でもすみません恐れ入りますが、そちらのおカバンなんですが前の座席の下にご収納いただけますかって言ったら、ってすごい渋そうな顔されるんですよね。でもそれはねすぐ分かるんですよ。あ、やっぱブランドバッグだもんなって、ブランドバッグだからまあ嫌だよねって思うんですけど、ね、どうしてもやっぱりご収納していただかないといけないので、すみませんが申し訳ないんですけどご収納いただけますかって言ったら、渋々ですねそのお客様は足をピーンって、わかります?足ピーンってして、ここの、なんていうんですか、このつま先グッて上げて、このピーンってしたここをフックみたいにして、ここにカバンを置いて、こう足を、ね、こういう感じで、ギューって前の座席の下にこう足を伸ばして、カバン入れてますっていう風にしてくださった方がいらっしゃったんですね。私その時めちゃくちゃアイデアマンやなと思ったんですけれどもね、そういうのダメなんですよね。やっぱちゃんと収納していただく時はちゃんと収納していただかないといけないんで、すごいアイデアはもう私ね、拍手を送りたかったし、本当に素晴らしいと思ったんですけれどもね、そういうことがね1回や2回じゃなかったです。結構ありました。結構ねそういうアイデアマンの方がいらっしゃいますね。足ピーンのここにカバン乗せてシュッて入れるっていうね、いやーすごいね。それが新幹線とかだったらいいんかもしれませんけどね、飛行機はねちょっとね、私がいつかエアライン作った時はねそれでも OK ですって言えたらいいんですけどね、はい、安全上それがちょっとできないのでっていうことがありますぐらいかな。まあそういう時はですね、結構エアラインによってはそういう高級カバンとか、まあなんか荷物を入れる袋みたいなのをね用意してるところもあります。あとはもう普通にプラスチックの袋とかだったらね機内にありますんで、そういうのをお願いしていただければ持ってきますんでね、そこに高いおカバンとか床にね置きたくないものをそこに入れて結んで収納していただくといいかなというふうに思います。はい、ということでね、まあ今日めちゃくちゃ短いビデオになるんですけども、もう長くいつも話しすぎなんでね、こういうことをしたいと思います。で、ね、最後びっくりする報告ですけどね、私これ10分ぐらい喋ってるんですけど断捨離一切しませんでした。はい、びっくりですね。もう喋ることしかできない、手動かして口動かすっていうのはねやっぱ無理です。はい、それはね次生まれ変わった時にやると思います。ということでね、今日はこの辺にしたいと思います。今日も動画もし楽しんでいただけたという方いらっしゃいましたら、チャンネル登録いいねしていただけるととっても嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。